2016年5月30日、チャイナフォトプレスによると、29日午後2時40分ごろ、福建省福西市で、ある男子の頭部が洗濯機にはまってしまう騒動があった。男性は、当時、洋服を洗濯しようと、2層式の洗濯機の電源を入れたが動かず、異物でも挟まっているのかと思い、乾燥機部分に頭を差し込んで中を確認しようとしたところ、抜けなくなってしまったという。男性は、通報を受けて駆けつけた消防隊の隊員によって無事救出された。中国では、先日にも2層式洗濯機の乾燥機に2歳半の男児がはまり込んで出られなくなるという騒動が起きている。